全国講師オーディション2017、今年も賑やかに始めていきたいと思います。食べたもので体が作られる、聞いた言葉で心が作られる、そして話した言葉で未来が作られる。こんにちは。今変えようと動いたら未来が変わりました。と100じゃないです、200なんです。ご機嫌。今日お話ししたいのは、嫌なこと、大変なこと、辛いこと、これらが簡単に片付いたらどんな気分ですか。先送りしていること、後回ししていること、これらがどんどん終わっていく。すごいですよ、こんなに豊かな日本。北海道でワインを飲んで料理を食べて、人生の哲学が書いてあるのが駅経なんですよね。本気でいきます。多くの場合は勇気というのはなかなかに生み出せないんです。じゃあ勇気を生み出すものは何なのか、たったの3つしかありません。それはあなたの体の使い方を変えること、言葉の使い方を変えること、意味付けを変えること、これだけです。もうすごいことになってます。すごいことになってます、自分を大切にして生きていい、命拾いをしました。そう来るか、英語が出てや。1万人を超える人がインターネットから参加してくれてます。富士山系ビジネス大賞は堀田久代さんです。おめでとうございます。伝え賞は飯塚裕二様。第3位は藤田由美子さんです。輝かしい第2位は大内優さんです。おめでとうございます。全国講師オーディション最優秀グランプリは中村のり子さん。はい、おめでとうございます。私がこの仕事を志した原点の一つを今日お話をさせていただきました。また皆さんとの出会いを本当にこの仕事に就いたのでこういう出会いがあり、こういう機会をいただきたことを本当に嬉しく思います。皆さん応援ありがとうございました。それではまた来年の講師オーディションでお会いしましょう。皆様ありがとうございました。